はい、皆さんトライアングルですというわけで今回なんですけど先ほどですねぜひガチャ動画見ていただきたいんですがそこでさき、ちゃんゲットしましたので今回こちらさきちゃんをなんかねここまでいけないんだよね何がああこれかあと30枚いやとりあえず11までにしますはい11までにしてちょっともう AP がないんですよパックもなくてちょっと上げれないので残念ながらちょっとこれでいきますでこうしてでまあいけるとこまで行ってみるかいけるとこまでいやでもいけるとこまでまあ一回一旦こうしとこうでグレード強化あグレード強化じゃんレベル強化して100レベルまでねはい、いいねこんな感じこんな感じになりましたでスキルがまあ全体的に一応使えないスキルっていうのはないのでそうねここら辺までとりあえず貯めつつで今日はステージがその新しい第13章の EX の敵だとちょっとねちょっと参考にならないというか多分その前のローゼスとかの方が強いんですよローゼスとかブギュービジュレの方がだからちょっとそっちをやろうかなと思ってんだけどでこれ何を上げるべきなのかなって思ってる調子乗ってんじゃねえぞで体術をアップさせる自爆もかけたりとかまあ近接攻撃もやるんで全体こうこれがやっぱ一番良さそうだよね多分最下天獣これが必殺ゲージ250回復だから全体攻撃のまあの火力を出しながら全体攻撃を打てるっていうことで基本的にこれをまあ打つ感じになるのかなまあ磁力がちょっと足りなくなるっていう問題はちょっとあるんだけどで必殺技もこんな感じでまあ上げてでもやっぱりちょっとこれあれだね必殺技を一気に上げれる機能欲しいねやっぱりこういう感じでなんかまあさきちゃんたちの声が聞けるのはいいんだけどさそれにしてもちょっとやっぱり時間かかっちゃうというかはいというわけでじゃあこんな感じでいきましょうクエストあちょっと待ってその前にまずキャラランクこれ大事だからねキャラランクでさきちゃんのレベルを上げるとさきちゃん自体の強さも上がるんでよしオッケー35まで上がったほらこんな感じでねさきちゃんの能力みたいなのがそのまま上がるからでメインクエスト13章はねちょっと弱いんで12章いこうかで EX でもいいどっちでもいいまあローゼツいきましょうはいということでこちらローゼツ挑んでみたいと思います一応水晶特性が影確か弱点はなかったはずなんで等倍になるかな等倍になると思うんだけどでは、キャラクターでもやっぱりいやでもゲトウ入れたらさゲトウの強さになっちゃうんだよなでもやっぱり合わせるとしたらゲトウなのよゲトウとサキちゃんこれが多分一番いい気はするでも今回まあ、ゆうきくんといやでもゆうきくんはさすがにあれだよな磁力っていうよりかはでもゲトウと組み合わせちょっとゲトウと組み合わせでやってみましょう今回はで同期連しかない必殺ゲージをどんどん上げるで一応磁力必殺ゲージ量1363というかまあ平均的な磁力回復量かなとは思いますこれでいいんかねでも最大火力出すのねでもゆうきくんちょっと試してみるかそうしよっかちょっとゆうきくんにしますちょっと正直今回はどうなんだろうそんなめちゃんこいやでもどうなんだろうこれでいいんかないやでもクリティカルでも火力80パーいるかなんかこのこれもいいかなって思っててでもいやでもこっちかな術式同期練習術式が4700何になってこっちやると3900で下がっちゃうんだよねだから同期練習だったら一応術式も入って30%入るからまあこれかなこれでいきましょうじゃあバトル開始で後ろにじゃあちょっとゲト入れとこう一応後ろに残滓を入れてないゲトをすぐるまああくまで今回はサキちゃんのまあ能力というかどんな感じなのかなっていうのを見たいのでいつもだとこれサキちゃんねひあの引きつけてみたいな感じの役回りだったけどそれじゃなくなるんだ今回は磁力支援じゃあ最下天獣しようかな調子乗ってんじゃねえぞでもいいけどまあ最下天獣で体術でも今回残滓ちょっとまだゲットしてないからな多分サキちゃんほぼサキちゃん専用みたいな残滓なんだけどどうだ磁力は下げられないんでねオッケーラッキーで追い風更新磁力支援して最下天獣さあどんどん、まあ、火力を上げていくっていうわけじゃないけど必殺ゲージを上げていくと最下天獣で次から多分一撃で全部倒せそうだねこの次のターンで追い風ちょっといつかの願い入れとくか
攻撃、最下天獣、これでおそらくもうローゼツまでノンストップでいけるかな。いきます、最下天獣、ほら10万ね、10万ダメージ、悪くない悪くない。でこっから追い風更新、攻撃最下天獣でいけるかな、どうかな、更新いくぞ、最下天獣、ほら、あー一撃じゃ無理か、やばい、これ突するとだいぶ違うんだろうな。追い風更新、呪連素術がもう意味をなさないからな、攻撃、まあ最下天、いやでも調子、いや最下天じゃな、だからもう一人やっぱりいるね、このやっぱゲトウスグルという存在が、それがすごいいるとだいぶ変わりそう。さて問題はここぞ、ここも可愛く叩き直すしようか、まず更新してちょっと火力が落ちちゃうけど、そうね、覚悟はできてんだろうな。あでも回復、いやでも、ま、周りまず、いやでも最下天獣でまず周りを倒すってのはあり、一撃で倒せるか分からんけど、一撃で倒せんかったらでもまずいな、 25% 入るのよ。いやまだ最下天獣いこう、でこれ必殺ゲージにあれだよね、最下天獣、これで倒せないか、一撃で倒せないか、 25% アップするから倒せたりしない、これ 25% アップいけ、最下天獣、あー倒せない、まずい、やばいやばい、死んだ、あーゆうきくんさよなら、ゆうきくんさよなら、バイバイそうか倒せんか、あーなるほど、追い風最善の位置、まあ、ジュレソー、じゃあオツでどんどん火力上げていく、あのデバフやって、あ最下天獣撃てない、くわ全てが噛み合わず、じゃあ可愛く叩き直すで更新、まあ、ジュレソー術オツして、で調子乗ってんじゃね、あやこっちにして次必殺技打つか、いやでもワンチャン、いやでも一回復活あるからいいか、最悪一回復活特性あるので、まあ、これで倒す、もうちょっとこれはもっと早く打つべきだったけど、必殺カウントのこと考えたらさ調子乗ってんじゃねえぞ、14万ね、でもしここでサキちゃんがやられたとしても一回復活特性あるので、追い風、まあ、呪骸大進撃でいいか、呪骸大進撃、呪霊操術落としてんで覚悟の拳いこう、これでどうだい、呪骸大進撃からの、あってか待って、あまたやっちゃった、違う違う違う、更新じゃないといけなかったんだよ今、呪霊操術オーツが発動しなかった、47万か、やっぱ火力はそんなあれだね、500約1000ぐらいの技で、まあ、ダメージ受けてるほど火力アップだけど、それでもやっぱり40何万とかになっちゃうんだよな、だからなめられるのはごめんだし、そうか、冷静にね、ぶっ飛ばす、調子乗ってんじゃねえぞって、火力上げるか、最下天獣は必殺ゲージ上げるっていう感じだけどね、どうなんだろうな、火力上げる、いやまずは最下天獣で必殺ゲージ上げたいけど、でもあれだよ、磁力が 25% か、呪霊操術オッツ、最下天獣23万ダメージはまあ悪くはない、ああオッケーオッケーオッケー、耐えた、いやさきちゃんでもいいんだけどね、一応一回復活あるから、でもう一回オツして交流打つか、そうだね、あんまりちょっとゲトウに頼りすぎも良くないから、いやでも必殺ゲージ通常攻撃しか打てないのか、ジュレソジュソツぶっ飛ばす、まあでもぶっ飛ばすでやっぱりゲトウのおかげで、まあ、20何万で、あのこれ今さ火力900何しか食らわなかったと思うんですけど、それがサキちゃんの能力だね、HP が受けるダメージこれ、60% 増加、あれ違う、最大 40% かこれかな、いやなんかもっとさあったよね確か、これか、受けるダメージが30ターンの間さ 50% 減少と、これ受けるダメージが 10% 減少があと1ターン乗ってるから、だから今900何しか食らわなかったんだと思う。追い風回復して更新、まあじゃあこう交流でちょっとブレイク一回かけとこうか、で調子乗ってんじゃねえぞで必殺技でとどめ刺す、最下天獣打ちたいな、でも最下天獣打ったとてなんだよな、火力上げる、まあ、いいか、次最下天獣一応打とう、追い風更新で交流で多分ブレイク持ってけれるよねこれ多分、オッケーブレイク、これでちょっと2ターンの間ローゼツはちょっと静かにしておいてもらって、あでも次あれか、あオッケー、やっぱ防御力硬いよ、硬い硬い、サキちゃん
これで引きつけ技があったらめちゃんこ強かったかもね、さきちゃんって。防御力がやっぱ硬い分、今の状態でずっと引きつけだ、引きつけ残しでもありかもしれん。火力っていうよりかはタンクとして東道のあの技、東道、あと京都校の、京都校のやつを入れればすごいなんか面白いキャラにはなるんじゃないかな。呪霊操術をして、角度の覚悟の拳、いやさっき、まだまだ次のターン、次のターンいきましょう。はい、教師の導きして可愛く叩き直す、して倒してからの必殺ゲージも下げる、で呪霊操術オッツして、よしで次必殺技いきましょう。追い風更新、呪霊操術オッツからの、あーでも次のターン同期練習打てるけど学長の更新が切れちゃうから打ちます。よし行くぞ、さあ行くぞ、倒せ、角度の拳、ドおー100万いった、いいねー。あれ火力が今必殺技あれだよね、 HP が低ければ低いほど火力が上がるってやつだったから、まああとゲトのオツが入ってんだろうけど、最下天寿調子、まあ調子乗ってんじゃねえぞでいいよね。最下天寿で必殺技上げるのもありだけど、今ちょっと普通にもう倒しに行こう。攻撃呪霊装置オツでとどめで調子乗ってんじゃねえぞ、41万。あでもやっぱりあれだ、やっぱり体力が減れば減るほどやっぱ強いね。明らかにスキル技で40何万ダメージは強いわ。いや面白いキャラだわ。まあ強いかどうかって言われたら、まあめちゃんこ強いとはいい、あのちょっとまだまだまだわかんない、使っあのあれだけど、でもやっぱり夜のあの体術キャラっていうことで相当いいし、で HP35% 以下で自身の能力上昇、これがやっぱりめちゃんこ強いね本当に。これプラスこっちも入ってるんでしょ、HP が 35% 以下の場合、まあ、3ターンの間 50%、防御、さらに、HP が 60% だから一気になったら、これが重複するのかな、さっき重複したんだよね多分それが。で、まあ、復活した時に自身に攻撃無効化を一旦付与ということで、この HP35% 以下で自身の能力上昇がめちゃんこ強いんだと思う。でもこの特殊がどんな感じなのか見れないんだよね。これで今多分すごい乗った火力が。で、これも 35% 以上の場合自身の HP10% 回復、そうだよね、これで 35% 以下だからっていう能力ついてないから。でもさっき明らかに能力上がってたんだよね、いくらゲトウスグル の, あの夜のさデバフがあったにしても、それにしても火力がすごかったから、多分これだと思う、ここ HP35% 以下での能力上昇が強いんだと思うので、まあ乗ったら強いキャラって感じかな。まあでも全体攻撃があのかなり、火力が高い全体攻撃があるってことを考えると、今の見てるとね、一突にしたら結構化けるキャラじゃないかなって思ってる。幻イタドリ君もそうだけど、やっぱりあと何よりそのゲトウスグルとの相性も強いので、最下天寿で必殺ゲージを上げつつゲトウスグルが、まあ、デバフをかけたら、まあ、これで、まあ、とんでもない火力を出すと、で自身の HPU が少ないほど効果量は最大 40% ということで、まあ、これでなんか100、さっきは120万とか出したけど、一突したら160万とか、等倍でね、等倍。弱点じゃないからね。等倍で200何万とか、あ、弱点で250とか、そんぐらい出せるようになるんじゃないかな。200、まあ200、250はいかんかな。まあでも相当、使いやすいキャラだと思うので、まあ、どうだろうな、まあ絶対ゲットしろっていうキャラ、じゃないと環境やばいよっていうキャラではないけど、まあ、夜のアタッカーは今後いつ来るか分かんないので、まあ引いておくのもかなりいいんじゃないのかなと思います。はい、まあでも一旦ね、多分メンテナンスが20日に来るんですよ。これしかもバージョン 1.9.0 だよね。だからこれがメンテナンス来るんで、7月20日、ほら機能追加、前は不具合の修正だけだったんだよね、それが機能の追加だから、何かしら大きいのが夏休み、ここから夏休みなんだよね、実は次の日から、次の日から夏休みだから、まあ次の日ってかもうあれだよね、夏休み開始だよね、開始の日、多分終業式だから、多分ここ、あの世間一般的には、だからこっから始まるから、まあここで多分ねどでかいキャラクターを出してくるとは思います。はい、ガチャもちょうどここが多分何も来ずに終わって、でピックアップ、ここで切り替わりになると思うので、20日からここ切り替わりでなんか来る、多分どでかいちょっと強めのが来ると思う。多分巨大マップとかじゃない気がするんだけどな、夏休み開始だから、わかんないけどね。
いやでもどうなんだろう、あれかな、あのモールかな、モールっていうかあのナナミンとかのだとしたら、なんかメイメイとか来てくんないかなって正直思ってるんだけどね、ちょっと個人的に、あとショウコとかワンちゃんちょっとこういうのも来るかもしれないので、ちょっと一旦様子見てもいいのかなと、その20日が終わってから、まあ、様子見てもいいかなと。であと8月3日にね、多分僕なんかちょっとすごいのが来る予感がしてます。それまたちょっと動画にしたいと思いますので、よければ見てくださると嬉しいです。というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様でした。バイバイ。